明日夜10時ランドリーパンドリー洗濯ってめんどくさい。ねえねえな、このジェルボールを使ってごらん。いい香り。いい香りに花も思わず踊り出す。この洗剤は何？オールバー。時間が止まるまでのみ感動の音をきれいにしてくれるわ。これで63、悪くないと思うけど、秘密はきっと SK2。数量限定クリスマスコフレをください。佐野市は冬彦さんのせいで起きた危ない事件、それが主役を奪われ、あのトレンディ俳優がブチギレ事件。どういう言い方しない。それは1992年に放送されたドラマ、ずっとあなたはストラッパーでのこと。すごい勇気がいったのよ。主演は賀来千香子と俳優 F。 当時 F はトレンディードラマで活躍中の人気俳優。そのドラマで佐野が演じたのが賀来千香子演じる2話の夫役。